はいどうも、そこじゃみネットです。さあ、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、あつ森前の11万円分シリーズ続きやっていきましょうか。今んところですね、神データはまだ出てきていないんですけれども、まあ、今回もね、探していきたいなと思います。というわけで、早速やっていきましょう。テンション上がるな、この企画。恐ろしくロードが長いと思った。なんか、雑草の量やば。びっくりした。なんか急に、すごい格好の、ちょっと男の子が出てきたわけなんですけれども、ちょっとやっていきましょう。金のパチンコを持っている。珍しい。金のパチンコ、うわ、全部バラなんだけど。バラの果たせけけみえみみ。バラの果たせけけみえみみ。どういう意味なんだろう。わからぬ。とりあえず、なんかこっちの家の方がでかかった。こっちの家の方が小さかったんだね。入るだけ入ってみるか。お邪魔しマンボウ。マンボウはいなかった。サメがいて、バルーン系があって、フグとかの魚村って言うんですよね、ここの村の名前が。ソパカが新しくなりまして、魚村マナトさんで、2013年の5月の19日に登録されたやつで、魚ということはほとんど持っている。あー、魚村だもんね。そりゃ、これだけ集めるわな。ちょっともう一人の家のところ入ってみない？さあ、やっていきましょい。多分ね、手紙は、めっちゃ溜まってる手紙。ニンテンド、パンプキング、ゴメス、郵便局、郵便局、郵便局。めっちゃ郵便局から溜まってるじゃん。なんかバッジとかも、あれだね、お当たり券、ぴょん太郎からもらえるやつだな。ちょっとこっち入ってみますか。こっちの方がすごそうじゃない？うおー、びっくりした。なにこれ、何があったんですかね。前もこういう感じのデータあったんだけど、こっち普通だ。こっち普通なんだけど、なんで真ん中の部屋こうなってるんですかね。何があったんだろう。普通だね。なんか普通だよね。ここ和風部屋にしようと思ってたんだよね、言うたら。左の部屋はバルーン系か。ここはもうバルーン系の家具で統一しようと思っていたところだよな、言うたら。なんで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 上の部屋こうなってる。恐怖村を作ろうと思っていたとかではなくて、まあ、魚村って言ってるぐらいだから、まあ、イソギンチャクとかカニとか買って海の幸系を飾ってるっていうのはわかるんだけど、下の部屋どうなってんだじゃあ。下は普通。ここは、バイキングの部屋にしようと思っていたんだよな、言うたら。まあ、ここ部屋さえ拡張してしまえば、バイキングというかレストラン部屋になったはずなんだけど、上がマジで謎すぎる。なんでこうなったんだろう。なんか想像と違ってたわなんか思ってた部屋の中身とは変わっていたんだけれども、当たり券めっちゃ落ちてるね。村がすごいな。ちょっと上の方行ってみますか。だって別に外に何かあるわけではないもんね。マイデザインがあるわけでもなければ、あの部屋だけ唯一そうなってるんかな。ちょっとこっちの家も行ってみようぜ。なんか怖くなってきたね。普通だ。なぜだ。しかもこの部屋どっちかっていうと可愛い系だしな。上から行ってみよう。可愛い。全体的に可愛らしくない？これからちょっとリビングというか、普通の勉強机もあって部屋を作ろうと思ってたところだよね。なんでさっきの部屋だけあんなマークだったんだろう。一人ずつ違うのかな。女の子部屋にしようと思ってたとか、全員同一人物がやってるのか、それとも家族でやってて、さっきの子だけがなぜかあのマイデザを使っていたのかな。ちょっと上の部屋。あー、でも床は全部同じやつなんだね。床は全部一緒。可愛いよな。普通に女の子部屋って感じがする。ちなみに、名前は、これ、マナトくん。で、ミホちゃん。MKXX、ユーヤって書いてあって、
なんか友達同士でやっていたのか、なんか同一人物でやっていたにしては、ちょっとここの MKXX さんの家が結構派手でしたよね。ちょっと最後ゆうやさんのところ入ってみますか。これで怖かったら結構焦るんだけど、そんなこともなかったね。普通の家庭って感じがするぞ。キッチンがあって、炊飯器があって。でもなんかさっきの部屋も炊飯器あったもんね。そう考えたらなんか部屋の配置的には同じ子が作っていたのかな。ちょっと上上がってみるか。いやーどうなんだろうな、二段ベッド。怪しいラインだな。ここは普通に寝室で作っていたわけだもんね。下の部屋は家族で集まる空間で、ここは自分のプライベートルームになってるわけだもんな。ストーブがあって、で勉強机、勉強机ってか、まあお仕事する用の机なのかな。で椅子があってっていう感じで、変化はないんだけどね。ちょっと待って、MKXX さん出してみるか。来たわ、この子。持ってきた。ちょ、前で見よ。なんで？なんでなんだろうね。でもなんかね、さっきの子もバラつけてたから、なんか同じ人物っぽいっちゃ人物っぽいよな。どうしたんだろう。最後の最後にちょっと何かあったのかな、心の変化が。郵便局ばっかり。全部郵便局なんだけど。これもこれで怖いな。全部郵便局だ。それもそれでどうかと思うな。ちょっと中入ってみるか。どっちかっていうと、この前デザインよりも、なんか一個だけあるこのタンスの中身が気になる。何も入ってない、もしかして。そんなこともなかったな。普通のものが入っているな。最後の最後に、何か、良くないものを掴んでしまったのかもしれないな。バルーンランプ、バルーンテーブル。で、ここら辺バルーン系の家具をちょっと揃えようとしていたのと、化石。で、コインチョコ。よくある床板。結構分けられてるんですね。壁紙系で分けようとしていたのと、ここら辺はシューズ系で分けようとしていたのと、鉱石系で分けようとしていたのっていうのが分かるんだけど、なんでこの2つだけの家具を置いて、それ以外の家具を置かなかったんだろうね。いや、なんか2回目ですね。なんか前も1回引いた気がする、こういう感じのデータ。まあまあまあ、たまにはね、そういうデータも引くこともあるでしょうよ。というわけで、ちょっとね、あんだけ郵便局が、やばい、鼻から仕掛けた。まあ置いていったということで、まあ手紙がたくさん来ていたということで、ちょっと貯金額チェックして最後終わりたいなと思います。怖いデータ引き当ててしまったなぁ。じゃあというわけで、最後に貯金額チェックしてみましょい。引き出していく。お、なんか想像と違ってた。14,69ベルあったということです。まあ、というわけでですね、まあ、今回で11万円分シリーズ4日目を迎えたわけなんですけれども、まあ、たまにはね、まあ、こういうデータも出てくるということでですね。博物館とかどう？博物館でも MKXX さんとマナットさんの2人、あ、でもミホさん出てきた。誰かさんも出てきたぞ。だいたい MKXX さんがやってるって考えたら、やっぱり同一人物っぽいけどね。まあ、というわけでですね、まあ、こういうデータも引くということで、まあ、中古のデータ面白いですね。今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。